ご視聴ありがとうございます。テレサです。この動画では、コードギアス、反逆のルルーシュに登場する、シャーリー・フェネットの、テレビアニメ版と劇場版とで、彼女の生死を分けた分岐点を紹介していきます。分岐点1、父親の死。テレビアニメ版では、黒の騎士団日本解放戦線と、コーネリア率いるブリタニア軍による成田攻防戦の中、シャーリーの父親が、黒の騎士団が発生させた土砂崩れに巻き込まれて亡くなってしまうわ。悲しみのままに、ルルーシュと唇を重ねるのだけれど、父親の死を理由にルルーシュに迫ってしまったことに、また思い悩むことになるわ。劇場版1、行動では、成田での戦闘で父親が死亡しないの。そのため、ルルーシュと気まずくなることもなくなったわ。分岐点2、ヴィレッタ・ヌー。テレビアニメ版では、シャーリーは、ヴィレッタに、ルルーシュとゼロの関連性を吹き込まれることになるの。自らの手で、ルルーシュの潔白を証明するために彼を尾行するのだけれど、その結果、偶然、ゼロの正体がルルーシュであることを知ってしまうわ。同貞するシャーリーだったけど、同じく、ゼロの正体を知ったヴィレッタをとっさに落ちていた銃で撃ち、間接的にルルーシュを守ってその場を去ることになるの。劇場版では、ヴィレッタを銃撃したのがリートハルトに変更されていて、その間には居合わせもしないわ。また、港での戦闘がカットされたため、ゼロの正体がルルーシュであると知ることがないの。分岐点3、マオ。テレビアニメ版では、自身の思い人が父親を殺した憎むべき相手だったこと、そしてヴィレッタを殺してしまったと思い込んだ自責の念に苛まれ、誰にも相談できず、一人で苦悩する日々が続いていたわ。その感情を、もう一人のギアス使い、マオに利用されてしまい、一度はルルーシュと心中しようとするも、C2 の協力もあって、失敗に終わるの。しかし、本当に大切なものは自分から遠ざけておくという考えを持ち、そして、何よりも、シャーリーをこれ以上苦しませまいとしたルルーシュによって、ルルーシュに関する記憶をすべて忘れるというギアスをかけられてしまうわ。劇場版では、マオが登場しないため、ギアスについて知ることもないため、記憶を消されることもないの。分岐点4、ギアスキャンセラー。V2 の下で改造され、その指示で、街中でギアスキャンセラーを発動させていくジェレミア・ゴットバルト。その効果範囲に入ってしまったシャーリーは、二度のギアスによって奪われ変えられていた本当の記憶を取り戻してしまうの。記憶を書き換えられている学園の生徒たち、偽物の先生、消えたナナリー、カレン、そしてルルーシュ。テレビアニメ版では、自身の記憶と、嘘だらけの現実の違いに混乱し、何を信じればいいのかわからず、パニックになってしまうわ。それでも、彼女は、ルルーシュの胸中を思うばかり、そして、彼の抱えていた孤独を理解したことで、自分だけは、ルルーシュの味方、ルルーシュの本当になろうと決心するの。たとえ、それが、自分の父親を死に追いやった相手だとしても、スザクの忠告を無視し、ジェレミアと対峙するルルーシュの元へ向かうシャーリー。だけど、その途中で、ロロ・ランペルージュと鉢合わせてしまったことが、彼女の運命を決定づけてしまったわ。ロロもまた、ルルーシュの味方だと思ったシャーリーは、ルルーシュを守りたい、自分も仲間に入れてほしいという思いをロロに告げていくの。疑念、嫉妬、独占欲、この時、ロロの胸中を占めていたのは、一体どんな感情だったのかしら。妹のナナちゃんだって、一緒に。シャーリーが、その言葉を発した瞬間、ロロの目つきが変わり、そして、ジェレミアと別れたルルーシュの目に飛び込んできたのは、腹部から血を流して倒れているシャーリーの姿だったの。駆けつけるルルーシュに、最後の力を振り絞って、自身の胸中と生まれ変わっても、何度もまた、ルルを好きになるという永遠の愛を伝えるシャーリー。涙ながらに何度も発動させたルルーシュの死ぬなというギアスも虚しく、彼女は、静かに息を引き取ることになるわ。
本編で彼女が死亡した R2 中盤に相当する劇場版2反動では、ジェレミアのギアスキャンセラーでシャルルのギアスが溶け記憶を取り戻すのは原作と同じだけれど、その際にも前述の通りルルーシュは黒の騎士団の構成員の一人なのかもと思う程度であり、また父親の仇でもないため原作ほど大きなショックを受けていないわ。さらにその直後、直接対面してきたジェレミアを視覚か何かと勘違いして何も知りませんと慌てて答えるのだけれど、彼はそのままギアスとルルーシュのことは深く知らないままでいた方がいいという旨の忠告をするだけでそのまま立ち去ったの。まるでルルーシュとギアスに深入りしすぎたために死んだ彼女の未来を知っている視聴者の思いの代弁のようであったわ。もっともシャーリーにとってジェレミアはこの時点で初対面なので、彼女からすればジェレミアは雨の中で突然傘もささずに現れたと思ったら、いきなり初めて聞く意味不明な単語ギアスと交際中の男子に深く関わるななどと言ってそのまま去っていった派手な仮面の男でしかなかったわ。テレビアニメ版ではこの後間もなくロロに射殺されることになるのだけれど、劇場版2反動における彼女の出番はこれが最後であり、そのままギアス教団殲滅に移行する展開に変更されたため、結局彼女が死亡したのか生存したのかは不明であったのだけれど、シャーリー死亡という R2 中盤の一大イベントをスキップすることの不自然さ、何より本編でルルーシュがギアス教団壊滅を決意した理由であったシャーリーの死が一切語られなかったことなどから生存が有力視されていたわ。その後劇場版3王道の予告 CM にて登場が確認されたため、少なくとも駅でロロに殺される展開だけは回避した可能性が高くなったの。しかしタイミングが変更されただけ、回想殺される前のシーンである可能性、そして何よりこの後フレイヤ団が東京疎開を壊滅させるため彼女の生死についてはまだまだ予断を許さない状況にあったわ。フレイヤの被害を受けた人々の避難所として解放されたアッシュフォード学園の体育館にいたミレイのもとにリバルが駆け寄るシーンにて、リバルの直後にシャーリーもミレイに駆け寄るシーンが追加され、ロロの銃撃とフレイヤ団という二大危機を乗り越えたことが判明したわ。その後の最終決戦直前のタイミングにて、ルルーシュから無言電話がかかるシーン、キャリーバッグを手にどこかへ行こうとしているシーン、そんな彼女の前に C2 が現れるシーンが追加されているの。悪逆皇帝となったルルーシュがゼロに殺される場面にも立ち会っており、彼の身体に剣が突き刺さった時には彼女もまた泣き崩れていたわ。そしてエンディングの本編では可憐なモノローグだった後日談にも登場しているの。可憐が学校に急ぐシーンにシャーリーが追加されたほか、モノローグ自体も可憐とシャーリーの二人体制となっているわ。さらにその後のエピローグにてジェレミアと共に何かをどこかに隠したらしいことがC2 のセリフから伺えるの。劇場版復活のルルーシュではブリタニア本国に戻り学生を続けているみたいね。 C2 が彼女に接触を図ったのは、彼女は全くの普通の民間人であるゆえにどこからも目をつけられていないためとのことで、またジェレミアと一緒にどこかへ運んでいたのはルルーシュの遺体だったことが判明したわ。C2 とは時々連絡を取り合う仲のようで、また彼女のことは C2 さんと呼んでいるの。相変わらずただの民間人である上にメイン舞台となるジルクスタントは遠く離れたブリタニア本国にいるため話の本筋にはほとんど関わらないのだけれど、エンディングではついにルルーシュと直接連絡することができたようで、電話片手に泣き笑いを浮かべるカットが描かれているわ。最後まで見ていただきありがとうございます。ご意見やご要望のコメントお待ちしております。チャンネル登録していただけるととても嬉しいです。また
次の動画でお会いしましょう。お相手はテレサでした。